僕の地元は、城南地区で、生まれが大田区の大森東で、11歳、5年生ぐらいまでそこで、6年生から、港区の芝浦と港南っていう、品川駅の近くのエリアで中学時代とかを過ごしまして、で15歳から25歳ぐらいまで10年間ぐらい五反田にいて、五反田に住んでる時ぐらいからその音楽活動っていうのを始めたのかなっていう、転々としてるんですけど、東京の南側のエリアで生まれたり住んだり、あんなことやこんなことしてきました。なんかそのあたり一帯で、なんかたつきさんが特に好きなご飯屋さんとか、なんか友達来たら連れてきたいお店とかってなんかありますか？そうですね、最近増えちゃったけど、やっぱりパッて思いついちゃうのはチンマーハン食わしたいなっていごたんだ。五反田でチンマーハン食わしたいなっていうのありますね。ありがとうございます。あとおっぱい食わしますかね、五反田だったら。ちょっとそういうお店で、なんかおすすめのお店ってなんかありますか？あります。おすすめというか、そんな自分も行かないんで、おすすめというか、ピンサロはすごい多分レベルは高いと思うんで、一回ちょっと覗いてみたらいいと思いますね。